皆さんこんにちは。こんにちは。ワンドリップタイムのお時間がやってまいりました。今回も鈴木コーヒーのミスターコーヒーこと佐藤武幸さんです。よろしくお願いします。はい、前回はですね、40代バリバリ働く男性向けに結構こう痺れる一杯でしたね。そうでしたね。うん、美味しかったです。頭がクリアになりましたで、今回はですね、もうワンランク上の方ですね、50代の男性、コーヒーマニアの方向けのレアな一杯という、またこれ難しい感じなんですけど、はい、どうですか、やっぱりコーヒーマニアの方増えてますよね。そうですね、うん、まあ、大体そのコーヒーの洗礼を受ける年代っていうのは、まあ、ちょうどどうでしょう、高校を卒業してから、18歳ぐらいからですね、はいはい、やっぱりコーヒーを飲み始めるというのが、まあ、普通なんですね、まあ、そうなりますと、だん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 そのいろんなコーヒーを体験して、で最近では非常にそのサードウェーブというですね、はあ、コーヒーのブームがありまして、これどういうことかというと、まあ、一番最初のブームというのはもう喫茶店時代っていうふうに言われてて、セカンドウェーブというのが、はい、いわゆる、スターバックスとか ああいったそのエスプレッソコーヒーをですね、はい、飲む、まあ、これが、セカンドウェーブと言われたんですけども、それからさらにコーヒーのビジネスシーンというのが進化しましてね、まあ、日本ではその日本酒、これがその新潟だったらばそのここの蔵のお酒とかね、まあ、新潟は全体的には淡麗辛口なんですけども、その他の福島県とかいろいろなその蔵があるじゃないですか。それと同時にそのお米もね、何々さんのコシヒカリだとかってこう産地別にいろいろなこう食品農作物がこう脚光を浴びるようになって、コーヒーのビジネスシーンの中でもそのいろんな産地によってそのコーヒーの味わいっていうのは違ってくるんですね。もともと前回ご紹介いたしましたブレンドコーヒーというよりも、その産地で採れた産地のその独自の農法で作ったコーヒーを味わいましょうというこういった流れが出てきて、まあそれをいわゆるサードウェーブということで、まあもともとそのマシンで抽出したコーヒーだではなくて、そのワン、こういうペーパーフィルターでワンカップずつ丁寧に入れていくと、まあ、こういう時代に今差し掛かっているんですね。でちょうどその差し掛かっている時に50代の人たちというのは長いそのコーヒーの経験の中でだん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 その、自分に合ったコーヒーをこう見つけ出しているということなんですよ。はい、でいろんな産地が世界各国あると思うんですけど、代表的な分類とかってあるんですか？分類はありません、うん、前回にも説明しましたように赤道25度、南北ですね、赤道を挟んで南北25度にコーヒーベルトっていうのがあって、そのコーヒーベルトには、まあ、代表的なブラジル、コロンビア、それからインドネシア、こういったところの国々が存在するわけです。その国々の中のなんとか農園っていうふうになるんですね、はい、でそういったものをいわゆるスペシャリティコーヒーというふうに呼んでまして、で我が社でもですね、そのスペシャリティコーヒーをブランディングした名前がザ・リンカーン。これリンカーンはアメリカの大統領、人民の、はい、人民のための人民の政治を、コーヒー人のためのコーヒーという、まあ、こういうことでリンカーンシリーズっていうのを作ってまして、ここで今日飲んでいただくのはですね、今まで、コーヒーの種類っていうのはロブスター種とアラビカ種と2つ2種類あるんですけども、その他にいろいろな種類があるんです。ブルボン種とか、その中にですね、芸者というですね、芸者、日本の芸者じゃなくて芸者というですね、品種がありまして、ね、すごいですね、面白い、はい、そのコーヒーが、あります。これをそのリンカーンシリーズで、これはコロンビア、カウカサントアリオ農園で採れた、ウォッシュド
ファーメンテッドコーヒーという。長いです。まあ、ういうなかなかですよ。覚えられない。長いんですよ。長い。コーヒーの場合長い。あのお米の場合はね。でも芸者だけは覚えました。ちょっと短い。そう。芸者と。はい。で500円玉か50円玉ぐらいの多さで、とりあえず約30秒。コーヒーを濡らしていただきます。で30秒濡らしましたら、また中心に向かって50円玉か500円玉ぐらいの円を描くようにしてコーヒーを落として、これをまあ 2,3 回ずつ分けて注いでいただくわけですけども、1杯分大体最近では1万カップですので 240cc 程度。ただ濃いコーヒー飲まれたい方はコーヒーの粉の量を多くするか、抽出する、お湯の量を少なくするか、それで、調節できるわけですね。ますので、こればっかりはですね、個人差がありますから、うん、ぜひそうやっていろんなことを試して自分に合ったコーヒーをですね、見つけていただくのも、趣のあることかなというふうに僕は思っています、うん、はい、ではで、落としきらないうちに、そうですね、これが芸者です。芸者です。入りました。どうぞ。まず香りから。はい。あ、これまたフルーツの香りですね、はい、そうですね、果実の香りしますよ。まあ、ここにいろいろな表現が書いてありますので、はい、ジャスミンのような爽やかなフレーバーというふうに書いてあります。どうですか、ジャスミンの香りしますか。最初の香りがすごいですね、はい、でまずじゃあいただきます、はい、でほろ苦いレモンピール感が口いっぱいに広がります。確かにレモンみたいな爽やかなふわーってきました。で余韻は完熟ピーチを食べた後のようでした。どうですか。でも本当に全てがフルーツの感じですね。これなんでこうなってるんですか。まあ、基本的にはね、コーヒー、フルーツなんです。そうなんですね、はい、フルーツの実なんです。あんまりこんなコーヒー飲んだことないです、今まで。そうですか。私が不勉強でした。なんせ全世界中に何千何万という農園がありますからね。これってあれですよね、変な話、普通に後から香料とか加えてないんですよね。全く加えてません。自然の香りなんですよね。 100% ピュアです。すごいです、これ。いやー、これは皆さんに飲んでほしいですね。ぜひ。リンカーン芸者です。うん。あ、美味しい。男性にはたまらないじゃないですか。たまらないですね、芸者を飲むと。芸者を飲む。西田コーヒーも好きですね。好きですね。いやー、これは美味しいですよ、はい、ね、男性じゃなくても女性にもいいですね、これ。うん、受けると思いますよ。まあ、うん、新潟はね、うん、京都と並んで芸妓文化が、そうですよ、同じ町芸妓が、レベルの、うん、文化ですから、ね、はい、いや、美味しいです、これは。癖になりそう。で、この豆はどちらでお買い求めなれますか。はい、新潟コーヒー問屋、ウェイサンダード、まあ、その他当社もですね、コーヒーショップでお買い求めできますので、ぜひおすすめいたします。ぜひ飲んでいただきたいと思います。ハマりそうです。はい、ということで今回もミスターコーヒーどうもありがとうございました。ありがとうございました。また次回お楽しみに。